ウクライナ戦争での戦争は正義を持ち込んで癒しであるっていう奥山さんのこれはすごく誤解を受けそうなシュールな、はい、シュールな話です。シュールな話なんです。はい、はい、ニューヨークタイムズでですね、この方ですね、アンドリュー・ミルバーンさんという人物がですね、ウクライナの中で、うん、あるモーツァルトグループというものを創設したという話なんですよ、はい、うん、でモーツァルトグループってなんじゃって話なんですけど、まあ、ちょっと、写真見ていただけませんか、はい、この方ですね、海兵隊出身の方です、はい、大佐までやられた方なんで、うんうん、はい、あの相当優秀であることはこれ間違いないですね、はい、うん、はい、でその方がですね一応リタイアしたんですけど、その彼自身は90年代初めの頃からもすでに戦闘にいろんな各地で、うん、世界各地、まあ、初めはソマリアだったらしいんですが、はい、まあ、そういうところであのブラックホークダウンとか、はい、はい、あの世界ですよ、うん、ああいうところからの人道介入みたいなところから米軍としてやっぱその現場に入っていって、うん、で目の前でいろいろな事象を見てきたと、うん、で彼自身はもちろん軍人としてのキャリアはもちろん積んできてそれなりに充実してたとは思ってるらしいんですが、はい、彼自身その2019年ですかね、リタイアした時に、うん、俺は今まで実はここの自分の何十年間のキャリアの中で、うん、満足したその正義の目的のために戦えなかったっていう後悔がずっとあったらしいんですよ、はいはいはい、うん、つまりアメリカいろんなとこ介入してます、うん、イラン、はい、イラクとかも行ってタイトル戦やってんだけど、うん、これって俺本当の正義のためにやってるのかなという迷いがあったそうです、うん、いいとこに気づいてますね。いや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 でね、僕は、はい、あ、こういうの飽きたと思ったんですよ、はい、それは何か、まあ、あのそれ で彼自身はですね、一回あの元海兵隊の大佐として出た後に、うん、本書いたんですよ、うん、でそれはなぜかというと例えば、うん、イラクで彼自身の本の中に、うん、あの出てくるんですけど、うん、で回顧録の中に、はい、自分の、なんかあの部下の手違いなんですかね、うんうん、グリーンゾーンの中に入ってくるバス、うん、あそこの中に女の子も含めていろんな家族が乗ってたんですけど、うん、はい、それを、まあ、手違いでそのバスを米軍が銃撃しちゃったらしいんですよ。撃っちゃって、はいはい、で大量に死んじゃって女の子乗ってるぞっていうことだったんですけど、はい、自分の腕の中でそのイラクの女の子死んじゃって小学生かなんか、うん、それですごいトラウマになっちゃって当然なんですけど、はい、うん、俺は本当に正義のためにやってんのかと、うん、で PTSD なんかもあり彼自身、はいはい、やっぱ戦闘いろいろ見てるんで、うん、でこれ後悔してたらしいんですよ。そこまで気づいてるなら、うん、あの日本との戦争こそ間違いだったなっていうところまで言ってほしい。いや、そこにはね、はい、まだねちょっとね行かないんじゃないかなって思うんですけど、はいはい、でこの、ミルバーンさん、はい、まあ、あの回顧録出した後に、うん、このジャーナリストになった、はい、でやっぱりまた本書こうと思って、うん、で今回ほらあの戦争この2月に起こったじゃないですか、はい、でこれもまたチャンスだと、うん、で米軍がこう、まあ、僕は元米軍兵士だけど、うん、米軍としては介入できないけど、うん、現場にやっぱジャーナリストとして入ろうと言って、はい、フリーランスなんですけど、うん、昨年の冬からもうすでに あるんじゃないかということで現場に入ってたそうなんです、はい、で今回こう起こりましたよね、うん、で彼自身が記者として、まあ、あのジャーナリストとして中にいるんですけど、うん、いても立ってもいられなくなったそうです、はい、で当然なんですけどそれはあれこれってウクライナにとって正義の戦争じゃんと、うん、俺アメリカ人だけど今まであまり正義の戦いは自分の中ではなんか納得した形で戦あのキャリアを終えてない、今59歳なんですけど今チャンス来たよと、正義のために戦えるじゃん、しかも相手は極悪のロシア、もう59歳だから全て揃ったよと、出揃っちゃったんですよ、もう、はい、大義名分全部揃ったから全部揃えました、俺はやれるぞと、ということで、はい、彼はそのフリージャーナリストとしての立場をやめ、はい、もう一回軍人と、そうウクライナの国内で最大の民間軍事会社の一つである、うん、モーツァルトグループっていうのを設立したということ、はい、なんですよ。じゃあちょっと、はい、なぜ名前がモーツァルトなのか、はい、このですねアンドリュー・ミルバーンさんが、建てたですね建設まあ、作ったこのモーツァルトグループなんですけど、実は名前が当然なんですけどロシアのこれ準軍事組織というか、はい、まあ、民兵、はい、傭兵組織あるじゃないですか、はい、ワグナーグループワグネルグループですね、ワグネルに対抗したと、でワグネルってのはこれもちろんとご存知の方、音楽ご存知の方いらっしゃる、はい、ワーグナーですね、はいはいはい、ワーグナーグループということなんで、うん、そのワーグナーでワーグナーってやっぱどちらかというと音楽家としてはナチスドイツに使われたという、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、歓迎できないロシアプーチンなんかナチがって言ってるけど自分のところにワグネルがあるそうなんですよ、はい、ちょっと微妙なんですけど そう、はい、そのワグネルに対抗して、はい、じゃあもっとイメージのいい、はい作曲家といえばモーツァルトじゃないかと、うん、はいはい、これもちょっとどうかとは思うんですけど、はい、モーツァルトグループ作った、はい、でそれは傭兵組織ではなくて、うん、アメリカの彼自身のエクスパートおよびその、元部下とか、うん、まあ、いろんな特殊作戦の人間とかいろいろ集めて、うん、アメリカの軍事支援サービス会社っていうのを立ち上げたんです、はい、どういうことやってるかというと
救援物資を配布したり、うん、あと軍事訓練、彼がやってるのはこの軍事訓練の部分ですね、はい、若いそのウクライナ人、はい、まあ、入りたての人いるじゃないですか、はい、うん、その方に1週間とかで、うん、まあ、訓練を施して、うん、でその後戦場に行かせるってことなんですけど、もちろん1週間じゃ全然訓練にはならないんですけど、今やんないよりはマシっていうことで、彼の、まあ、ウクライナ政府が契約して彼のところで訓練させて、ちょっと現場にっていう、そうですね、モーツァルトグループとワグネルのこう対比で言うと、はいはいはい、アメリカの軍事支援サービス会社となりました、はいはいはい、だけどワグネルの方はロシアの準軍事組織で傭兵組織と、まあそうですね、はい、で奥山さんが今言ったより、はい、命を救うことを目指したモーツァルトグループですね、うん、そう、はい、だけど、まあ、そのワグネルの方は民間軍事会社で傭兵ネットワークウラジミル・プーチンの事実上の私兵と、そういうことですね、いう形ですね、はい、そうですね、で、まあ、ロシア政府の手先ってなってますけど、はい、うん、犯罪者とかもリクルートしてますんで、はい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 、結構やばい、まあ、真っ黒というかグレーというか、はい、かなりなことをやってるんですけど、はい、モーツァルトグループの方ら、はい、ほらアメリカの政府を代表してるわけじゃない、はいはい、うん、退役軍人がボランティア組織でやってるってことなんですね、はい、なんですよね、はい、でモーツァルトグループおよびその背後にいるまさにこういう方々のですね、はいはい、アンドリュー・ミルバーンさんたちが、はい、立場として、ね、やっぱ何がいいかというと、はい、政治目的というか自分がやってることがこれ絶対的な正義だろうと、うん、客観的に見ても言えるっていうのは大事らしいんです。なるほど。つまりモーツァルトグループに入ってきてるアメリカ人にとっては聖戦なんですよ。なるほど。聖なる戦い、本当の、そうで、彼自身もこれまあ、いろんなインタビューでちょっと答えてる部分もあるんですけど、これが僕は客観的に見て、あ、これは彼にとってのリデンプションなんだと、うん、リデンプション何かという、まあ、戦略用語ちょっと見てください、はい、贖い、まあ、もしくは罪の償いみたいな、リデンプションソングというね、はいはいはい、ボブ・マーリーの歌もありましたけど、はい、彼はこの戦いを、はい、ウクライナ側に一緒に、まあ、支援することによって、はい、自分の気持ちが癒されてるんですよ、うんうん、おつまりヒーリングというか戦争がヒーリングになってるって言ったらすごい誤解を生む表現になるけど、まあ、でも人生の最後にこれでリセットできると、まあまあまあ、そういうことでしょうね。あるのかもしれないですね。はい、で実際軍司令官によって創設されて、寄付によると、はい、数は子供を含めた民間人やペットの、うん、まあ、ペットも逃がしてあげたりとか、そうです、そういったこともやると、はい、やっぱり戦場に近い人たち、うん、おじいさんおばあさんとかいる、はいはい、ご老人たちをですね、はい、早く出てくださいってことで一緒にバスに乗せたりとか、これ癒しだね、まあ、癒しじゃないですか、正義で自分が訓練した兵隊が、まあ、最前線に行って戦う、まあ、ちょっと、はい、さっきのね、はい、表をちょっと途中なんですけど、結局民間人ペットとかも守ったりとかしてるんですけど、はい、ワグネルの方は、うん、民間人に対する強姦や略奪が含まれており、はい、また脱走兵を拷問したりしてるという、はい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 、ちょっとそのやっぱ癒したい悪の枢軸みたいな、そう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 、そういうこと、悪のグループっていう、はい、この対比ですね。で僕はこの方のね、はい、いやもちろん戦争を癒しに使っちゃいけないですけど、はい、アメリカがその政治目的としてそのしっかりとした正義の目標を掲げられなかった状況っていうところも、うんうん、彼自身はやっぱり納得してなかったのに、はい、今回それで、うん、めちゃめちゃ納得してるわけじゃないですか、はい、だって完全にウクライナ悪くないのに侵略されたわけですよ、うん、はい、突然、はい、もうウクライナ絶対みんな誰が見ても守らなきゃいけないじゃんっていうところで、うん、はい、彼の中ではもう完全な正義なんですよ、うん、で近代においてここまで道徳的に明確な戦争がどれほどあったかって話なんですよ、はい、あ、なので彼にとってはもう、あ、これで俺は、まあ、和田さん的に言うとその天国に行けると、はい、ここで罪を償えば、うん、いけるということになる。やっぱそれはね、やっぱキリスト教のね、はい、神となところもありますね、神との契約ですからね、はい、で助けてるのがこういうか弱き女性ですよ、はい、現地にいる、はい、いやもうこれは燃えますよ、もう選手の文化をここで発揮するんだということになるわけじゃないですか、はい、はい、いやなんかね、戦争って、まあ、僕だからやっぱりその罪の贖いに近い任務であるっていうことですね、うん、戦争が癒しであるってことを先ほど言いました、救済とか下手すりゃヒーリングにもなるということですね、アメリカ人にとって。で、ね、この2番目の僕何言いたいか、うん、やっぱ政治目的なんですよ、政治目的、戦争って結局政治目標がやっぱ先にあって、うん、でそれに見合うように軍事力使われるわけじゃないですか、うん、はい、ただ納得しないで、うん、戦ってた部分もあった人たちがアメリカの中でもいるわけじゃないですか、なるほどね、ベトナム戦争もそうですけど、はいはいはい、うん、そうするとやっぱこういう意味で、はい、今回の政治目標っていうのは、まあ、別にアメリカ政府に言われたわけじゃないですけど、はい、彼自身はこれやっぱ政治目的めちゃめちゃ大事だというふうに思ってると思います、うんうん、なるほど、こっちが正義に立つ、なるほど、でもう一つはですね、やっぱ戦争って
なんかこういう形で癒しにみたいなものの作用みたいなところとか、戦争自体がすごくどんどん変化してる。新しい戦争と古い戦争の話とかって結構対立的に言われるんですけど、はい、うん、戦争ってなんかそもそも常にいろんなところで進化してるなっていうふうには見えるんですよね。例えばこういうふうにアメリカ人が入ってくると、この戦争そのものが癒しになるみたいな、わ、うん、かります。戦争の現象そのものが役割がこう変わってくるっていう、うん、はい、ロシアという天敵がいて、うん、しかもこちら側には完全に正義がある、はいはい、こりゃ天国内定でしょっていうことですよね。なるほど、はい、いやー僕はねこれこういうのはね、うん、あのアメリカ人の気持ちはわかるんですよ。なるほどあのもう同じことはしたくないなと思うんですけど、はいはい、彼らがそういうふうに思うのは分かります、うん、まあ、あのほらこの59歳の方、はい、ミルバンさんみたいな感じだと、はい、まあ、冷戦時代に彼は、はい、あの育ってるわけじゃないですか、はい、青年期を、はい、でその後にまあロシア弱体化してソ連もなくなっちゃってってことなんですけど、うん、子どもの頃の記憶としては、うん、ソ連悪っていうのは、はい、ロシア人悪っていうのは刷り込まれてるわけですね、はい、ある程度敵っていう、はい、コミーズとか言ったりとかして、うん、はい、で その、あのロシア人が憎きロシア人を、うん、最終的に俺がまあ、倒す、確かにね、助けができるっていうのは、はい、やっぱ一つこう子供の頃からの夢を叶え、うん、夢というか何ていうんですかね、はい、叶えたってことにはなるのかなっていう、まあ、戦争ってだからこういう意味でいろんな面があるんだよっていうのがちょっと僕言いたかったですね、はい、そうですね、はい、こちら真ん中にあります通り、ね、米中20年戦争に備えようの、パート8 、パート7が出た直後からですね、はい、プーチンがですね、はい、追っ始めましてですねで台湾危機もありましたし、安倍元首相が銃撃されるということもありましたし、エリザベス女王を、ね、はい、あの崩御するということもありましたので、うん、もうまさに冬時代の危機、危機が、はい、どん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 ボラティリティが上がっておりますので、はい、ピンチがあるということはチャンスもありますのでね。そうですね、はい、はい、主にこれ8つぐらいの、はい、項目に分けて喋、うん、ってるんですけど、うん、ミヤシャイマーの話もしておりますし、はい、うん、まあ、ロシアウクライナ戦争のそうですね、話、はい、それとかですね、まあ、安倍晋三元首相がどういう功績を残したのかとか、まあ、その辺もですね、はい、まあ、いろいろ深掘りした内容のことをですね、はい、展望したものをまとめてみましたので、はいはい、米中戦争はね、半導体戦争ですよという内容もありますし、はいはい、特別編で、桶山さんがね、ルトワックから学んだことなんかを、はい、ルトワックの話はすごい、ルトワック理論をですね、はい、あのまあ、ちょっと応用、ま、僕がちょっと応用して、はい、ルトワックのやり方使ってみたらこう見えるよっていう話もありますね、はい、ぜひ、はい、よかったら勉強したいなという人は聞いていただけたら、ぜひぜひ。